音楽は愛媛県今治市で1997年から行われている祭り。夏祭りのバリ祭と秋祭りの港祭りが音楽前身で1997年に統合され、毎年8月の初めの土曜日と日曜日に愛媛県今治市の今治港とその周辺を中心に踊りやダンス、打ち上げ花火などの多彩なイベントが行われている。音楽という祭りの名前は、 方言のめちゃくちゃいっぱい思いっきりから来ている。市民参観型の踊りやダンスのほか、地域住民などによる太鼓演奏など多彩なイベントが行われている。また、姉妹都市である小野道市や大田市との交流イベントや模擬店なども行われている。また2014年より、港湾地域ではタミヤの RC カー及びミニ4区のイベントが行われている。 二日目の祭りの最後に行われている。近年では花火の打ち上げ数が中四国最大級の約9000発を誇っている。見物客も約20万人と今治市の人口より多く、花火の開始前と終了後は市街地は渋滞し、JR 四国の今治駅などの公共交通機関も混雑している。音楽、花火の費用については地元企業の寄付のほか 音楽が近づく頃に今治市内各地の店舗や公共施設などに花火募金を設置し市民からの寄付を募っている。なお、2017年は愛媛国体の年でもあり、約1万4000発を予定している。臨時便あり今治市役所から今治港を結ぶ通りや今治港周辺が時間帯によって交通規制がかけられる。そのため、 路線バスや高速バスの一部が迂回する経路を取る。また、音幕花火時には今治港を発着するフェリーの一部が欠航する。ありがとうございます。